岩本選手優勝おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。2場所続けて優勝すごいですね。いや、たまたまですよそんなことないと思いますよ山口健二さんとお話しください。あ、山口です。岩本選手お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。連続優勝じゃないですか。いやー、本当うまくいっただけで、うん、たまたまですね。はい。いやもう、まあ、準決勝もうまく後方から伸びて、まあ、決勝戦もね、ちょっといい位置を取りに行ったんだけど、結局は後方になっちゃったですね。そうですね。ただもう、うん、やっぱ立川、冬の立川なんで、うんうん、まあ、慌てずにしっかり仕掛ければ届くと思ったんで。はい。それが準決勝決勝と出ましたね。いやー、なんか今日は森田の気迫にやられたし、うん、昨日は硬くなっちゃってあんまいいレースじゃないですけどね。いやー、でも勝てばもう決勝で、あ、もう優勝するってことはもうこの、参加中一番強いってことですから、はい、自信を持ってやってないですよ。もう最近はどうですか、練習とかそういうの変えたんですか。いやー、もうずっと中村さんのグループでお世話になってて、はいはい、支部長と一緒に練習やってます、はい。ああ、その成果がね、はい、まあ、今年出ましたからね。前回の711、はい、まあ、今回も711じゃないですか。そうですね、なんかエンジン温まるの遅くて嫌になっちゃいますまあこの勢いでね、今年もまた、はい、この勢いで突っ走っててください。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。応援してますんで、はい、ありがとうございます。本当に今年はいいスタート、もうこの勢いでこの後のビッグレースもいけそうじゃないですか。いや、そんな甘くないのも知ってるんでマイペースでいきたいと思いますいや、でも期待が高まりますよ。全国の皆さんにどうぞメッセージをお願いします。はい、ちょっと今回は初日以外はあんまりいい内容のレースじゃなかったんですけども、皆さんの応援のおかげでなんとか直線で届くことができました、うん。これからも大きいレースでも最後まで諦めないレースで頑張ります。応援してください。お願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。